ピンチがチャンス。これは封印されし闇を司る男たちの物語である。 JJ チャンネルです。皆さんお元気ですか？今日は一風変わった動画になってます。世田谷一家殺人事件、これは僕も過去動画で取り上げて考察をしてですね、犯人はこうじゃないかっていうのをですね、僕なりの考察結果を出してます。そしてこの事件をなんとですね、陰陽師の橋本京明さん、ご存知ですかね、陰陽師、ラスト陰陽師って言われているですね、僕はとっても興味深い人だなと思っている人の中の一人に橋本京明という人物がいます。彼がなんとですね、創作考察をしています。実際に現地に行ってですね、陰陽師ですから呪術を使って霊能を使って操作をするというですね、ことをやってます。僕はハラハラドキドキしながらその動画を見ましたけども、これって本当かな、もしも本当だったらすごいよな。で、僕はですね、当然このチャンネル、ね、事件を追う、オカルトを追う、もちろんスピリチュアルのことも取り上げてますけども、僕は50/50の立場でそれをですね、ずっと考察しています。ということで、今日はですね、世田谷一家殺人事件の真相はどうなんだということと、この陰陽師、橋本京明さん、陰陽道って一体何なんだということを合わせて動画にしていきますので、皆さんと一緒にこの事件と、この陰陽道という考え方ですね、一緒に考えていく動画にしたいと思います。まずですね、いきなり陰陽道という話をしたら、ちょっと JJ それ難しいよね、もっと簡単に説明してくれよと、こうなりますよね。まあ、分かりやすく言うとどうですか、占いとかですね、霊能者っていうとちょっと身近ですね。まあ、こういった形の中での最高峰、もう一番てっぺん、これが陰陽道というふうに言うのが一番わかりやすいんじゃないかな。皆さんだってですね、なんか悩んだ時に人生のアドバイスで占いに行くね、なんかね、ちょっと家族親族っていうのが霊的なね、なんか障害があるんじゃないかなっていうところでですね、霊能者を訪ねる、まあ、こういった習慣っていうのは少なからずありますし、もっと言うならば儀式ですよね。そんな霊なんか全然信じないよ、だけども初詣は行くとかですね、お寺に行ったら賽銭投げるとか、まあ、こういった儀式ありますよね。こういったことの中で、まあ、霊能っていうのを突き詰めていくと、実はこの陰陽道っていうね、ところにたどり着く。そしてこの陰陽道っていう考え方を実践していたのが、陰陽師という資格を持った公的な立場の人だったというのが歴史から見えてくるんですね。まあ、安倍の生命、まあ、これご存知の方たくさんいらっしゃいますけども、映画にもなってますけども、代表的な人物でいうと安倍の生命、昔はこの安倍の生命に並ぶようなですね、たくさんの陰陽師がいましたけども、今ではラスト陰陽師って言われているこの橋本京明さん、たった一人が本筋で言うとこの人しかいないということになります。まずですね、陰陽五行説、火水木金土、中国から紀元前3世紀、春秋戦国時代にこの陰陽五行説という考え方がですね、どんどん育っていくことになります。そしてそれから800年後の日本では5世紀ですね、日本書紀に記載があります。5世紀後の中国からこの陰陽五行説っていうのは伝わったよと。もっと古い、いや日本の方がもっと古いんだという考え方がありますけども、まあ、正式な文献に残っているのは5世紀にこの陰陽五行説っていうのが伝わったというふうに言われています。皆さんが知ってるのは聖徳太子17条の憲法設定っていうのがよくテストに出ましたよね。僕もこれ書いた覚えがありますね。この時にですね、なぜ国家聖徳太子がこの陰陽五行説の考え方をこの17条憲法に取り入れたかというとですね、そんな霊的な占い的なものを憲法に取り入れるなんて考えられないわって皆さん思うかもわからないですけども、この時代のですね、先進文化を取り入れたということです。今でいう AI ですね、これを企業の運営に取り入れたのとよく似た考え方です。時代がもう1500年ぐらい前の話ですからね、まあ、その時のですね、とっても斬新な先進文化だったんですね、この陰陽五行説っていう考え方は、まあ、つまり AI 的なものを聖徳太子は取り入れた最新の憲法であったということになります。で、これはですね、国家的にもですね、暦であったり時の管理であったり占い的な存在だったんですね、この陰陽師っていうのはですね。そしてですね、この時代背景の中ですね、
悪霊退散であったり、まあ呪術的なですねことをですね国家に協力するような立場になったのが、いわゆるこの陰陽師ということになります。そしてですねカリスマ的な存在になっていきます。そしてなんと天皇家とかですね政治の運営のアドバイスをするという形にどん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 ですねその実績が買われてですねどん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 国家に力を持っていくわけですね。そしてなんと国政の重要な役割である陰陽道省っていうのができます。つまり日本でいうですね国家機関省として昇格してしまうんです。この陰陽道省ということになります。そしてこの陰陽道省という形の中でですね日本っていうのはですね進んでいくんです。ちゃんとこれは文献に出てます。そして安倍の生命などの有名な陰陽師っていうね力を持ったとされる陰陽師が登場します。そして今現在今ここに生きている陰陽師たくさん陰陽師を名乗る人がいてますけども実は陰陽師っていうのは国家の省になって天皇をサポートするということでちゃんと血筋がないと陰陽師にはなれないというですねこういう掟っていうのがあったんですね。そしてその昔からのこの陰陽師の血筋をずっと辿っていくと今ではたった一人正式に陰陽師って言われるのはこの橋本京明さんただ一人ということになるということです。どうですかね、大体分かっていただきました。ああなんとなく分かるよ JJ って言ってくださいね。この陰陽道とかね五行ねなんとか減ったら食ったらっていうのを説明するのはですねやっぱりこんな短い形じゃ説明できませんからね。興味のある方はあなるほどな占いとか霊能なてっぺんの人やな昔から血筋があんねんな結構パワーがあんねんなっていう風にですねなんとなく整理してこの動画見ておいてください。そうじゃないとスピリチュアルな話になるからですね一体こいつら何の話してんねんっていうことになってきますから、まあ、そういうことやなということでこの動画を見てください。で皆さんどうですか霊能っていうのはどのように考えますか。あの僕はですねさっき言ったように半々あるんじゃないかなないんじゃないかなでもあったら面白いよねっていうふうに考えます。結構前向きポジティブな考え方です。そして将来的にはですねこの霊が見えてるっていう人たち日本だけじゃなくて世界中にいてますよね。これは脳障害だっていうふうに言う人いらっしゃいますけども、まあ、見えてる人はいます。脳障害でなんであれそれが見えてるという人がいてる。で僕はですねなんとなくこれはですね前回まあちょっと前の動画かなでも入れたようにですねお話したようにですねあの科学で証明される時代が来ると思いますね。なんかデバイスメガネをかけたらみんなが見えるようになる。な見えたらみんな信じますよねっていうような形でいつか見えるんじゃないかな。例えば皆さんどうですかね虫の知らせとかですね嫌な予感みたいな感じのことあります、まあ、こういったものの延長線上の中にですねこういった霊能という考え方があるっていうふうに、まあ、そんなざっくりと捉えてもらったらいいんじゃないかな今日の動画はね。そしてまあ本題に入っていきますけどもこのラスト陰陽師の橋本京明さんがこの世田谷一家殺人事件をですね考察しています。まあ世田谷一家殺人事件先ほど話したようにですね2000年に起こったとっても不快な事件です。一家4人が一瞬の間に殺害されて犯人はいろんな手がかりを残しててすぐ逮捕されると思っていたけども未だに全く犯人が捕まらないという未解決事件になってますね。でなんとですね宝くじみたいに懸賞金がなんと2000万円です。そしてこの事件をきっかけにいわゆる殺人罪の時効が撤廃されるというですねまあそんな功績もあります。とっても注目されている事件中の事件、いわゆる未解決中の未解決不思議中のナンバーワンと言ってもいいぐらいの事件じゃないかなっていうふうに、まあ、日本では騒がれている事件なんですね。でこの事件を京明さんがね追っていく、これねあの概要欄に橋本京明さんがこの世田谷一家殺人事件を追っていく動画ね3本あります。ボンボンボンと見てください。え嘘ほんまいう感じになります。なんと1本目いきなりしょっぱなからマジかこの人っていうような形でね、まあ、どんな捜査をするかっていうとですね普通警察の捜査って聞き込みしますよね。すいません犯人見ましたかとかですねちょっと不審な人物ねこの辺で聞き込みしてます、こういった事件に関係していることをご存じないですかとか刑事って聞き込みしますよね。それって人に聞き込みしますよね。この橋本京明さんっていうのはですね夜出かけていくんですよ。夜出かけていってそしてディレクターがそのカメラ撮ってるんですね。で京明さんが夜ね本当に真面目な普通にパッと見たら普通の少年というか青年ですよ。出かけていってそして現場行くんですよ。
あれがね、この現場の世田谷一家殺人事件のあったね、ご自宅ですかみたいな形でですね、本当に現場に行くんですよ。聞き込みを何するかって言ったら、霊にするんですよ。で、まあ、走って行ってね、おばあさん、おばあさん、ちょっと聞きたいんだけど、とかですね。なら、もうディレクターが言うんですよね。え、京明さん、京明さん、え、誰かいるんですか？そりゃそうですよね。普通の人には見えないんですよ。でも、京明には見えてるんですよ。で、そこで取材を続けていくんですよ。で、バーッとしゃがみ込んで、僕、どうしたの？え、暑いの？なんでこんなに寒いのにって、真冬コート着て、ブルブル震えながら、こんな状況の中でね、取材してんのに、子供がですね、暑い暑い言うてるんですよ。そしたらですね、あんた、やけどしてんの？みたいな形で、水かけてあげようかとか言って、ペットボトル出して、水かけてあげたりですね。まあ、はっきり言ってですね、この、あと取材のしてる共鳴には見えてる。ね。これ分かりませんよ。見えてるらしいんですよ。そして、カメラ撮ってる人はどこにいてんの？何の話してんの？みたいな形なんですよ。それがすごくリアルに伝わってくるんですよ。ね。で、この京明さんがこの事件をですね、追っていくんですけども、実はこの橋本京明さんっていうのはですね、いろんな事件を過去に解決してるんですよ。もうたくさんの事件を解決してます。そしてですね、このいろいろな、いわゆる四柱推命、ね、占いなどをずっと勉強してきた方なのでですね、仏壇のあり方であったりですね、いわゆるその仏様の祭り方、こういったことからですね、いろんなことをアドバイスしていきます。そして、いわゆるその現場自体のですね、いわゆる木っていうのを整えて、そこに悪霊がいるならば、自分の力でパッと一瞬にですね、払っていくわけですね。まあ、こういった映画ばりのことをですね、現実にやって、そして悩みを抱えていた家庭、たくさんの家庭にですね、京明さんが行くわけですね。そして解決していってるんですよ。その中の一つ、この世田谷一家殺人事件っていうところに、京明さんが、いわゆる捜査を開始する。で、過去ですね、東電 OL 事件もですね、京明さん捜査をされてます。僕も動画を上げてます。まあ、こういった中でですね、ちょっと橋本京明さん、僕実はですね、もう15年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、から知ってるんですよ、この京明さんのこと。ね、それで最近ですね、YouTube 見てたら、橋本京明さんが、世田谷一家殺人事件の捜査してること興味あって、プチッと見たらですね、うわ、すごいな、やっぱり京明さんみたいな形で、これはぜひ僕も YouTube で動画でね、この橋本京明さん、ね、世田谷一家殺人事件とのね、関係の中でぜひご紹介しておきたいなっていうことなので、僕のこの世田谷一家殺人事件、ね、天才バカモンみたいな、全く霊能力のないね、いわゆる霊感、山感、第六感みたいな形で、考察している動画とこの京明さんの本物の陰陽師の考察動画っていうのを2本見ていただいたら面白いんじゃないかなっていうふうに思って紹介をしているということですね。で、この橋本京明さんですね、高校を卒業後ですね、サラリーマンしてました。そしてですね、サラリーマンとですね、並行して占いでですね、個人鑑定なんかをやってたんですね。つまり勉強して鑑定をやってたと。で、テレビ出演とかラジオ出演とか各雑誌にいっぱい掲載されてます。そして2008年ですね、福島県の郡山市にですね、橋本京明オフィスっていうのを開業して、今現在は東京の方にオフィスを持っていられるということですよね。そして京明さんですね、こんなことを言ってますね。実は私には霊が普通の人のように存在して見えてしまうんだと。幼い時、ちっちゃい時はね、それが人間なのか霊なのか全く区別がつかなかったと。まあ、その一方であまりにもね、その霊能力が強すぎたんでね、日常生活に支障が出てくる。そりゃそうですよね。歩いててこれが霊か人間か分からへんわけですから、もしもそれが本当だとしたら支障が出ますよね。ということで、あるお寺の方でその力を抑えてもらってたっていうね、そんな発言をされてます。で、今ではですね、いろんな芸能人の方ともコラボして、YouTube でそういった霊障であったり、陰陽師としての立場でですね、いろいろ参加されている。とってもね、この興味深い、これから AI の時代に入っていく中でですね、この陰陽師が今の時代、この AI の時代にたった一人だけいているというですね、このですね、大切な時間、ね、なんとか動画に残しとこうというのがですね、この JJ の考えたこの動画になるということです。なのでですね、僕はこの世田谷一家殺人事件っていうのはですね、いっぱい犯人が遺留品を残しています。部屋の中でアイスクリームを食べたり、パソコンをいじってみたりですね、そして4人を本当にもうズタズタに刺し殺したりして、4人を一瞬で殺害してます。
。そして犯人は何時間もこの、自宅ですね、ここに居座ってですね、そこから先遺留品 DNA など引っ張るのに全く見つからなかった。僕の結論としてはですね、これはっきり、まあ、動画の中では言ってますけども、彼はですね、おそらく外国に逃亡して日本にいない。なぜ外国に逃亡したか、なぜこの4人が殺害されることになったのかっていうのをですね、筋道を立てて動画で考察をしていますので、そちらをご覧になってください。そして橋本京明さんはこの動画の中でまだ真相にはたどり着いてませんが、なんとその例の聞き込みをしている最中の中で彼は証拠を、ね、見つけて、それを警察に届け出をしています。まあ、ここまで現実的に僕と違って、動画でねちょっと喋ってる僕とは違ってですね、実際に現場に行って捜査をして証拠を見つけて警察に提出する、ここまでやってる。これどう思いますか？興味ありますよね。もし興味のある方はですね、この橋本京明のチャンネルね、動画がありますから、京明さんのリンクを貼っておきますのでね、概要欄に。初めてです、僕動画上げて人のチャンネルをね、このリンク貼るのは。だけどこの人のチャンネルね、貼っておきますから、もし興味のある人は見てほしいんですけど、僕はね、本当に画面から出てきます、彼がものすごく真面目でね、実直な性格やなと。これ動画の中に見え隠れしてきます。決して横柄な人ではなくてですね、とっても心が優しい。つまりですね、心霊的なものですから、相談する人に対してですね、こんなことを言ったらね、怖がるんじゃないかなとか、そんなことを考えながら、全て見えてることを、全て真実を話すのではなくてね、本当に気を使いながら、この相談者と接しているっていうですね、そういった人柄、とっても見え隠れしています、この動画の中でですね。なので僕は日本に帰った時にですね、彼のセミナーがあるみたいです、ね、そしてなんか彼のですね、セミナーに参加して、まあ、ある程度費用がかかりますけども、勉強すればですね、占いとか戦術、陰陽師のですね、考え方とか訓練を受けれるみたいなのでですね、受けたいな、もし日本に帰ることがあったら受けたいな、なんていうふうにね、思ってます。なのでね、動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ橋本京明チャンネルですね、覗いてみてください。ありがとうございました。JJチャンネルです。